一致ね、もうプロレスに対しても格闘技に対して もう真剣にね、もう取り組んでる人なんでね、もうそういう面じゃもう豪快さも持ってるし、そういうまっすぐなね、ひたむきさも持ってるし、もちろん実力もあるし、人間的にも素晴らしいと思うんで、もう一歩でも前さんに近づけるように、努力して頑張りたいと思います。
中心として一生懸命頑張ってほしいし、それと同時に格闘技というかプロレス時代を格闘技のプロレスとして変えていってほしいなと思います。頑張ってください。